終わったな。やりましたね、千代婆様。どうした、さくら。ようやく毒が回ったか。うわっ。やっぱり核に己を閉じ込めておったか。どんなに小さな傷でも、そこに俺の毒が入り込めば終わりだ。苦しそうだな。おい、そのままにしておいても近いうちに朽ち果てるが、俺は優しいんでな、今すぐその苦しみから解放してやる。終わりだ。まさかな。最後に気を抜いたの。さっからくりの体はどんな攻撃じゃが、核を攻撃されてはさすがのお前でもどうにもなるまい。すでに全身を巡っている。もうそいつは助からない。我慢しろ、すぐに終わる。無駄なことを。今さら医療忍術を使っても遅いぜ。今やっておるのは医療忍術ではない。己の生命エネルギーをそのまま分け与える転生忍術じゃ。転生忍術だと？そもそもこれは親を亡くし親を傀儡とすることで寂しさを紛らわしていた。お前のために編み出した術。何？この術を使えば傀儡にすら命を吹き込むことができる。くだらねえ。大丈夫か、さくら。もう少しだったんだがな。しぶとく残りやがったか。大した。しかし参ったな。これからオロチマルのやつを始末するはずだったんだが、予定が狂っちまった。あんたオロチマルとつながりが。どこにいるの？なんだお前、オロチマルのことを知っているのか。答えて、あいつはどこに？まあいいだろう。俺を倒した褒美だ。教えてやる。オロチマルに会いたいのなら、草がくれにある天地教。オロチマルの
部下に俺のスパイがいる。そこでそいつと落ち合う。あとはお前ら死だ。転生忍術か。くだらねえことを。